例えばフランスとかで、はい、なんかビーガンとか言うじゃないですか、うん、ステーキ屋さんの前でなんか変なストやったりとか、はい、それは違うと思うよね。全く一緒、うん、僕だから去年のクリスマスにケンタッキーフライドチキンの前でビーガンのなんかデモをやったっていう方たちを、うんうん、これをやってビーガンの人増えますかっていう疑問をするツイートをしてめっちゃビーガンの人たちから叩かれたんですけど、そうですね、はい、いや別にビーガンはビーガンでいいじゃないですか。そうそう、それ別にそれを批判してるわけじゃなくて、人に押し付けないでほしい。そう、なんかそれで言ったら美とかも美人コンテストみたいな、うんうん、まあ、そういうのも良くないっていうフェミニストの方とかいらっしゃるじゃないですか、うんうん、男性がスポーツをやってね活躍することはめちゃくちゃすごいってなるけど、じゃあ美しい方生まれた方がそういうことを生かして美を極めるみたいなことに対してはそんな見た目だけで人をね、なんかこう美のフェミニズムからすると良くないみたいな、それは私はなんかそこをなんか選択肢から奪っちゃうのみたいな、うん、